はい、下月ステークスハンデチェックということでやっていきたいと思います。秘密結社フェガム総帥ハッチーでございます。まあ、日曜日のハンデ戦なんですがね、出走確定まで待ってたところ、まあ、こんな時間になってしまってね、ちょっと遅くなっちゃったんですが、まあ何しろ登録投手が多かったんで全部はやってられないみたいなことでね、やっていきたいと思います。まあ、そんなわけでね、今回出走確定16頭のうちハンデが変わったりした馬が11頭、かなりね話が長くなりそうな気がしてしまいますが、ネット競馬の想定人気順に見ていきたいと思います。まず前半が5頭ですね、上位人気。まずアイアム早すぎる、前走のね時計だけ見ればね、ここ確かに増量されても不思議はないし、まあだからこそ想定一番人気なんだなというところではありますが、オープン入りまでに24戦を要しています。まあ、増量の、ね、水準の、まあ、倍以上かかってしまったっていうのはやはり、まあ、どこか足りないところがあるんだろうなということを考えると、まあ、これ人気してんのもどうかな、だし54キロ、まあ、そりゃそうだよねっていう、まあ、そんな感じですね。まあ、そして想定2番人気レディバグ、まあ、この馬前走8戦目でのオープン入りってことを考えても1キロ増加だと、時計面でも2勝クラスの勝ち時計およびまあ兵庫ジュニアグランプリの2着の走破タイムというのは、1キロ増量でも不思議がないタイムということで、まあこれはね、ただ牝馬ですから、牝馬でオープン入りだったら52キロ、まあそこから3歳馬なんで、1400m、まあマイル以下の距離は1キロ減、3歳11月で51キロという想定からのプラス1で52キロという判定で、まあ、非常に妥当なハンデだと思います。まあ、そして3番人気のヘリオス、まあ、前走がオープン2勝目なんで57というハンデが切られること自体は妥当っちゃ妥当なんですね。まあ、オープン1勝の段階から、まあ、2勝目までの間にハンデ戦の出走がなかったので、まあ、56という金量で走ったことがなかったんですが、それでもねオープン2勝で57、まあこんぐらいのハンデにはなってきますね。まあ、そして5番人気ゲンパチフォルザ、世代オープン勝ちで、まあ、コバのボバだったら想定55キロとなるところ、まあ、3歳馬なんでね、あの1キロ減、3歳1キロ減で54キロ、まあ、これはあのハンデとしては通常のハンデだと思います。あとはまあその世代のオープンが、まあ、本当にオープンと呼べるレベルだったのか、一勝クラスに毛が生えたようなメンバーで勝ったからって言ってね、54キロっていう金量を切られているんだとすれば、これは人気で飛ぶパターンみたいなところを検討していくことになると思います。まあ、そしてサンライズラポール、まあ、前走12戦目でオープン入り、ボーダーラインだよね、11戦目、10戦目ぐらいだったら確実に55キロっていう金量、まあ、そして時計面でもギリギリ足りないぐらい、まあ時計 0.1 秒 0.2 秒ぐらい、もうちょっとあと1馬身分ぐらい速い白走れていれば、まあ1キロ増えるのかなみたいなところなので、まあ逆に言えば54キロのボーダーライン、これよりこの馬よりちょっとでも強いところ見せてれば55キロになってますよっていうボーダーラインなので、まあアイアム速すぎると違って、こっちの方がハンデ金量1キロ増に近い、まあ、この判断基準からすればこっちの方が人気をして叱るべきというようなところの馬なんじゃないかななんていうふうに見えますね。まあ、そして7番人気フルデプスリーダー、この馬がですね、54キロ、まあこれが13戦目かな、あのオープンになるのかな、ちょっとあの想定よりはあのキャリアがかかってしまった、持ち時計も平凡ということで、まあ、こちらもねあの54キロ据え置きが妥当ということになります。まあ、そして10番人気西野デイジー、前々走の新潟大賞典は55キロの金量だったんですが、ちょっと金層不振ですよね。まあ、1キロ減ということになっています。まあ、これね多分ね先々週あたりの動画でも取り上げてるんですよね。まあ、つまり除外1回目、オープン特別に登録して除外食らうの1回目の段階で、まあ、すでに1キロ減になっていたんで、まあ、今回は54になることが分かりきってたみたいなパターンではあるんですが、まあ、一応ねあの今回で1キロ減、今回からまたハンデが1キロ減るんで面白いですよということにはなりそうです。まあ、そしてモズダッシュスター、
3走前14戦目でのオープン入りとなります。14戦だとちょっとかかりすぎの印象ですね。まあ、時計面も水準超えというところはありませんですし、まあ、昇級後の2戦の戦績もまあオープンで通用したというレベル感のものではないので、54キロの斤量は妥当だと思います。まあ、そして12番人気ミッキーワイルド、まあ、前前走の立東ステークス57キロ、まあ、昨年のプロキオンステークスで負けて以降負けん圏内がなく、掲示板も前前走の5着が1回のみと不振で減量は妥当なんですが、まあ、ポジティブに解釈すれば、その掲示板1回っていうのが前前走ここ最近になってようやく着差が詰まってきた、まあ、つまり、プロキオンステークス、去年のプロキオンステークスで大敗してから不振が続いていたのが少し調子を取り戻し始めたところでハンデも1キロ減るなんていう風な馬券の検討になるとじゃないかなっていうね、ポジティブに言えばそういう捉えて、あの馬券的に穴狙いという対象にはなってきうる馬だと思います。まあ、そして14番シャイニーブランコ、前前走24戦目でのオープン入り、時計も足りてないということで据え置きが妥当で、15番人気の栗の賢龍なんですが、2年前なんですよね、もう何戦その後走ったんだというところなんですが、その後多分ね、あのハンデ戦使ってなさそう、金量見る限り走った時の金量でね、オープン勝っただけの実績の馬というのは54か55の金量が得られるはず、つくはずなんで、まあその金量で走ってるはずなんですが、56キロとかのね別定戦の金量っぽい金量のレースしか使ってないってことで、多分ハンデ戦使ってないですよね。まあ当時は時計も上位だったんですが、まあ昇級2戦目の昇級戦のジャニュアリーステークス3着高以降ね、掲示板も一度もないということで、想定のその54キロからも1キロ減っていうのは非常に妥当なハンデになってしまうんだと思われます。まあ、ですのでね、まあ、ただもうさすがにオープンで2年通用してない馬っていうあたり、まあ、栗の賢龍も狙いづらいなということで、今回気になる馬を挙げるとすれば、まあ、西野デイジーミッキーワイルド、この2頭はね通用してくるというか1キロ減が効く可能性自体はありますね。まあなので、とはいえ西野デイジーはね、今回初ダートみたいなところで狙いづらいのか、まあそれともまあダートから芝代わり、芝からダート代わりっていうのは狙えるポイントなのかみたいなところでね、ハンデ戦使ってきたのも非常に面白いんでね、まあこの辺は注目をしていただきたいと思います。まあ、そんなわけでね、こういった形でハンデチェック、今回はあの内容的にはね結構ぐだってしまった感じというか、たくさん頭数がいたんですが、まあ、こういったチェックもやっていきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。メインの日曜日のメイン G1 マイルチャンピオンシップはメインチャンネルフエガム TV 別チャンネルでのアップとなってますので、合わせてチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。